はい、それではですね、T-MAX の試乗にこれから行きたいと思います。よいしょ、完全に出遅れました。これで、よいしょ、エンタースタンドを、はい。で、これは、サイドスタンドをつけたので、サイドをやって、で、よっしょ、ほう。結構ですね、足の足つき性は171センチで、つま先くらいなので、結構ですね、高いですね、水筒は。はい。メーターがこちらになるんで、ブレーキをやりながら、この TFT のメーターと二眼の、メーター、これが特徴になります。ちなみにドライブモードは S と T の2種類ってことですか？はい、そうです。スポーツとタウンモードの。タウンモードですか？わかります。S だとなんかこのタウンモードと比べてどの辺が？比較的元気、全域で結構、はい、上回るような感じです。なるほど。わ、はい、かりました。はい、ありがとうございます。ものによって入らないのもあるんですけど、じゃあヘルメットプラスアルファぐらい、プラスアルファぐらいですね。あとはまあちっちゃめのジェットが多分2つ、うん、なるほど。じゃあやっぱあれですね、後ろにまたキャリアを積んでっていう感じですかね。そうですね、ただ毎日の通勤ぐらいだったらまあネットでカバン入れといて、うん、降りるときってカバンって出して持っていくじゃないですか、はい、まあ、あそこそこ、どっちかですもんね。どっちかなんですよ、うん、ベッドかカバンかですもんね。そうなんです、旅行ここに突っ込むことってシチュエーションとしてはほとんどないんで、うん、なるほど、ありがとうございます、はい、これも一応ロックが効いてます。はい、あ、なるほど、これで、あ、今日本当はロックがかかるはずなんですけど、あ、かかった、なるほど、うん、フューエルはこっちなんですか？フューエルはこっちです、ね、あ、なるほど、やると、おー、で、同じくロックかかる、はい、これのロックまでにあのカチカチじゃなくて、これも頼ってやればスタンドロック、それロックはそれだったんですね、ハンドルロック、はい、あと、これで解除なんですけど、でこれで長押ししやるとセンタースタンドもロックかかるんで、あ、そうか、はい、収納もこれが収納、そう、収納です。そこもロックはあるんですけど、少し、あと電源です。これキーって、はい、リモコンっていうかあれなんですね。リモコン、認証ですね。認証用のキーなんです。それだけです、はい、なるほど。じゃあこれはあれ自分に身につけとけばいいっていう。身につけとけばいいです、はい、これあの回すとこないじゃないですか。 ないからあれどこだっけって思ったんですけど、あ、じゃあ値段はしょうがないですね。もはや車ですもんね、これ、ね、車ですもん。二輪なだけの車っていう。一番気を使うのはですね、実は停止のところです。なんでかってこの足がですね、よく見えるんですね。ここでちょっと腰をずらして前の方に行ってっていう感じですね。で、ステップもちょっと見にくいんですけど、この辺にあってステップをやって、エンジンもこうやって止まって、いくと、あ、そういうことですね、はい、よいしょ、そしてこうやって、はい、よいしょ、ということで、以上ですね、 T-MAX